母さん、あんたが台本書かないからこんなことになってるのよ。練習練習ひたすら練習、負けたらゼロのままだよ。やんでんな。もしもこの先本気で勝ちに行くなら、きっと楽しいだけじゃ済まされない。部活って残酷です。何なんだろうね、この不安感。みんなに迷惑かけるのがもう嫌で。でも演劇って一人じゃできないでしょ。行こう、全国に。行くぞ全国。思う存分やっちゃいなさい。一人決めた夢を固く握って、決してたどり。私たちは舞台の上でならどこまでも行ける。5秒前、4、3、2、スタート。幕が上がる。あなたたちは絶対大丈夫。本当にごめんなさい。